皆さんこんにちは、村人の霊夢です。皆さんこんにちは、村長のマリサだぜ。やっほー、村民の用務だよ。く、村長。これは一体、これはどういう状況なんだぜ。うむ、話すと短いからよく聞いてほしい。助かります。前置き長いと眠くなるからね。我ら放浪壁の旅まんじゅう、たまたま立ち寄ったこの町の名前は倉庫五連。どうやら運悪くこの町、血で血を洗う戦争パーリ内中だったようで、それに巻き込まれちまった我々も、日地もさっちも行かず、とりあえず身を隠せそうなこの場所に避難してきた次第である。戦争って、要は戦災の火中に放り込まれちゃったってことかい。いわゆるサライボ方位。いや、ボゴレン方位とでも言うべきか。ここ、ボゴレンは元は歴史と情緒あふれる観光名所だったらしいが、今じゃ1日に300発以上もの砲撃や空爆、それに、政府軍と反政府軍との武力衝突によって、麗しのボゴレン、見る影もなしといったところだぜ。そこにあったビラの燃えかすに書いてあったぜ。軍隊さん以外にも、物資狙いの襲撃者グループが、夜な夜なよそのコロニーを襲って、略奪虐殺養殖の限りを尽くしているんだってさ。元気があるんだな。上等だ。わしはこんなところにはいられませぬ。すぐに逃げましょう。そうしましょう。どこに？どこにって？そうだ、政府軍、正規の軍隊さんをお探しして、お助けしてくれるよう頼みましょう。あいにくと屋外は狙撃兵だらけだ。明るい時間に外をうろつけば撃ち殺されるぜ。それじゃあ夜中にわしら3人で隠密してこっそりトンズラこくんです。わしら鍛え抜かれし大人の足ならば、きっと多分大丈夫なはずでござります。それは無理だね。なぜどす？抱きしめてよ、マリサ。おう、思いっきりギュッてしてやろう。拍手ゲームにしときなさい。どなたです？この子は。ふふん、なかなかの手さばき、楽しませてくれる。だがしかし、借りなよ。すまんが私らちょっくらやることがあるのだ。うん？勝敗は明日以降に持ち越しにしよう。そこのアホ面下げた者たちとも鍛錬して、よく腕を磨いておけよ。うん？はは、言われてますぞ、用務村民。やれやれ。この私こそがアルプス1万弱において最強なのを教えてやるぜ。道端に落ちていたチラシ、こりゃおそらくは政府軍が撒いたもんだろうが、それによれば、今日より約40日後に、平和維持軍的なあれの介入が始まるらしい。おそらくはそこでこの戦争にケリがつく可能性が高いぜ。なるほど。それではそれまでの期間、わしらはこの場所でもって、なんとかかんとか生きながらえていけばいいわけですな。私らがいるこの場所、どうやら元はラジオ局だったみたいだよ。道理で、無駄に部屋数が多いはずだぜ。ああ、中央部分は砲弾の直撃を受けたのか、物の見事に破壊されちまってるが、まだなんとか使えそうな部屋もあるぜ。スカベンジもされていないようだし、まずは土砂や瓦礫を掃除しがてら、この急な時間後に眠る物資を収集していくとしよう。了解です。さあ、用務村民、このわしに続いてくださいよ。霊夢、さっきまでに出よう出よう騒いでたくせして調子いいね。わしは宿女。宿女とは幼女の模範とならればなりませぬ。まだ年派もいかぬカリナさんの手前、あまり情けないところはお見せできませんからな。そうそう、この子、カリナちゃんだっけ？この女の子って、村長の娘さんだったり、なわけないか？は、
ありえないありえない。この愛らしさは村長の DNA からは出せません。今の言葉のナイフ、絶対に忘れねえからな。カリナは我らがこの場所に来るより前から、一人でここで暮らしていた。言うなれば先住者である。立場的には我らより上。我らはカリナの行為でもって、この場所を曲がりさせてもらっているに過ぎんのよ。例えばカリナが、あの赤いの嫌い、って言ったら霊夢は追放だから、カリナ様？カリナちゃん、一人ぼっちだったんだね。ん？ねえねえ村長。はいはいなんだい。カリナ様、ちょっと顔が赤いですな。口には出さないけど、よく見ると足取りもフラフラしてるで。うむ、どうやら体調が優れんらしい。ちょうどいいぜ。土砂の奥にあったロッカーから、たった一個だが飲み薬が見つかった。カリナの病状はまだ軽症なようだし、これを飲んでおけば明日には良くなるだろう。風邪は万病の元と言います。悪化する前、軽症のうちにちゃんと治療するのが一番ですぞ。ふっし、この飲み薬、めちゃくちゃ苦いそうだけど頑張って飲んでちょうだいね。ちなみに今更だが、この赤いジャンパー着ているのが私だ。ジャンパーってなんか昭和の香りがする単語ですよな。ほれ、ごっくんしろ。うんうん、よく飲めた、偉いね。たまにはわしも褒めてくれてもいいんですぞ。あ、ありがとうございます。お子ちゃまの喜ぶ声が何よりの褒め言葉だぜ。何をやっとるんだお前ら。ここまで小さいお子様のお世話をするのは初めてでして。距離感がちょっとわからない感あるね。やれやれだぜ。あいつとさほど変わらんだろうに。ため息はやめて。そういうの、大人は割と気にします。ちなみにこのお団子ヘアー。どんな時でもオシャンティーさを忘れないのがわしです。ここにある物資も、だいぶ集まってきたね。うむうむ、このペースならば、日付変更までには全て勝たせる。っておいおい。これは、あらあらまあまあ、どうやら、自拠点内で作業できるのは夜の8時までみたいだね。そこからは夜パート。すなわち、探索、スカベンジタイムに突入というわけですな。探索するか、警戒するか、就寝するか。この寝床で就寝ってのが選べないのは、まだベッドが組み上がってないからか。しまったな、これならもっと早くにベッドをこしらえておくべきだったか。カリナさん、体調不良のようでござりますし、できればふかふかのベッドで寝かせてあげたかったのですがね。しゃあない、切り替えていこうぜ。カリナちゃん、初日は私と一緒に地べたで寝ようね。しれっと自分も就寝しようとするな。探索に出られるのはお一人まで、あと残されたメンツでもって警戒、すなわち夜襲に備え、夜通し時拠点の警備をするか、あるいは体を休めるために就寝するかを選択するわけか。お休み。違うでしょう。スパコエネノシ。ロシア語でもダメです。まあいいさ、初日の探索にはこの私が行こう。霊夢は時拠点を警戒、警備しておいてほしい。不死、行ってみるもんだぜ。交代制な、肌に感じる気配、空気も風も実に静かだ。確かに。まだ血の香りは遠いようですな。カリナは武器を持つには幼すぎる。探索はもちろん、警備も無理だろうからな。我ら三人、全員で交代しながら探索と警備を行っていくことになるだろう。いいよ、私は就寝固定シフトで。はぁ、仕方ないですな。それじゃあお肌には悪いですが、今日はわしが貫徹して警戒しますので、明日は用務村民がお願いしますぞ。え、なんだって？しっぺしましょうか。初日に探索できるのは、放棄された別荘、攻撃された別荘、そして、廃墟の集合住宅の3カ所か。こちらの中からどれか一つを選ぶわけですな。カリナちゃん、寒いから、こっち来て一緒に寝ようね。探索場所にはそれぞれ簡単な概要、それに、そちらの場所に眠っている物資、その種類などの情報が、備考として記載されておりますな。まあ、初日に選べる3カ所だ。そうそう当たり外れもないだろう。放棄された別荘。君に決めたぜ。行ってらっしゃいませ。ふむ、ここが放棄された別荘か。見たところ、つい最近まで何者かが拠点にしていたようだが。スナイパー、注意書きか。これを書いた奴は、果たして今も息をしているのか。まあ、考えていてもしゃあない。スナイパーと書かれてはいるが、周囲からクソ砂特有の粘つく気配は感じねえ。すでにもうクソ砂どもは、ここから狩り場を移したんだろう。狩り場を移した、か、諦めたか。それとも、気分が悪いぜ。月夜のせいか、今の私は一般人、しかも手ぶらだ。武器持ちの野郎と開口したなら、まず勝てないだろうよ。一応警戒して、内部の様子を確認してみた。この目玉マークのある場所では、こうした覗き行為が可能だぜ。まあしかし、廃棄された別荘という名前の通り、ここはすでに無人のようだ。むむ、このドア、あかんな。砲撃でも受けて立て付けが悪くなったか。こっちのはしごから地下室を通って侵入が可能。こういった地下室がある住居ってのは、あまり馴染みがないぜ。さて、適当にこの場所にある門を物色しつつ進んではいるが、持てる物資の量？
バックパックの容量が少ないんで、ある程度割り切って、本当に今必要なもんだけを持っていかんとだな。とりあえず、当面は今我らが拠点にしているラジカン、あの場所を補修して、少しでも防衛力を高め襲撃者に備えるのが先決。食料や医療品はもちろん、コーヒーなどの嗜好品、手に取りたいところだが、どれだけこうした価値あるものを集めたところで、襲い来るクソったれ襲撃者どもを撃退できなけりゃ全て奪われる運命なのを私は知っている。ここの家主も、そう思ったからこそ、ふんむらば。こうしてドアを開閉で金曜打ち張りしたんだろうが、やはりコロニーを構築するのなら、ここの家主に習って我らも拠点に開いた穴、塞いドブネズミどもの侵入経路になりそうなポイントを塞いでおくべきだろうな。これは、ここの家主が飾っていたフォトフレームか、左のは少年に見えるが、ドーターってことは娘さんかい、ふふん、まあ、どちらにしろ親父じゃなくおっかさんに似てよかったな。冷蔵庫、中身にはまとまった数の食料や水、それに、これは、壊れた子供の玩具か、この状況下だ。なぜ冷蔵庫にとは言うまい。はぁ、食料が豊富に見つかって、喜ぶべきところなんだろうが、なぜこれが残っているのか、あの写真を見なけりゃ、素直にはしゃげたものを、そういやぁ、もともと拠点内にあったワークベンチ、あそこで作れる金物加工台でもって、ショベルやバールなんかもこしらえられるようだし、明日になったら早速用意してみるか。いい加減手彫りもきつい、これじゃあ原始人だぜ。よし、土砂の奥には隠されしロッカー、鍵付きのようだが、ラジ館内に落ちてた鍵開けツールを持ってきたんでもうまんたい。正直、このくらいの鍵ならツールなんぞなくてもどうにかなりそうではあるが、今回の探索じゃ、拠点拡張のための資材を優先するつもりなんで、貴重な物資が出ても、持ち帰ることはできん。明日以降、霊夢か用務にでも来させて運搬させるとしよう。ん？この虫眼鏡アイコン、この場所をよく見てみろってことかい。これは、メモか。おそらく書いたのは、さっきの写真に写っていた親父。初日には強盗された。そして、二日後には奴らは俺の娘たちを殺した。私は強盗どもを一人残らず射殺した。でも、俺の天使たちは帰ってこない。猛獣を使いたくない。壊れたし、裏庭に捨てることにする。疲れた。もし誰かがこれを読んでいるなら、探さないでほしい。お疲れさん、復讐ってのは、結局のところ消化試合にしかならんのだろうな。どうやら、建物2階、私の左側にある部屋に続く扉にも、鍵がかかっているようだ。あいにくと鍵開けツールは1個しか持ってきてないんで、ここはもみふつ意味も込め、あの親父殿が埋めたという壊れた銃、それを回収した後に、我が恋のコロニーへの帰路に着くとしよう。ああいったメモ書きでもって新しい情報を獲得すると、こんな感じでそれまでに探れなかった隠しポイントをガサゴソできるようになるのよ。これか、武器の部品、それに、破損した拳銃、我らのスキルをもってすれば、この程度の損傷具合ならば、設備が整えば修復できるだろうからな。重い？久しぶりに持つからか、余計に銃が重たく感じるぜ。襲い来る強盗を追い払い、我らと。そして、まだ生きている幼女、カリナの身を守るため、復讐の拳銃、活用させてもらう。もう午前4時か。そろそろ帰ろう。あと1時間もすれば、周囲も明るくなる。それまでに家路につかんと、己の身も危うい。だいぶ、空が白んできやがった。私含め、我らはか弱い一般人だ。空調の効いた部屋にいる政治家どもが掲げる、戦争の大義名分。この光景の中じゃ、なんとうすら寒いことだろう。これが神の言う、人の醜さだというのなら、必ず全員で生き残ってやる。むしろ、満喫してやるぜ。戦争の日が静まるまでの約40日間、たまたま居合わせた幼女、カリナ含め、全員で力を合わせ、この世界、ディスボーオブマインで生き残るために頑張っていこう。